まああれだけサービスしてみせりゃ彼らもおとなしく帰ってくれるんじゃないかな。単純なものですね。俺は何気なく言ってしまってからしまったと思った。一瞬エイジさんの目からどける光が消える。だけどこのショービジネスを見くびる失言を詫びようとした時、エイジさんの顔は再び和らいだ。ああまあな、さっきだって必要だったのは森川ゆきじゃなくて車の中で手を振る森川ゆきらしきものだったわけだしな。何も必ずしも本物じゃなくったっていい。ああ稚拙なマスコミ批判の処方みたいなことを言い始めた。エイジさんらしくない言葉だ。ただ森川ゆきらしきものをこの上なく上手にやってのけられるのは他ならない森川ゆき本人だってだけで。そやな、なんかそれすごい深い話だよな。これってやっぱ何度聞いても、うん、なんだろう、そのやっぱタレントアイドルとしての森川ゆきっていうのはやっぱ森川ゆきらしきものであって、森川ゆきからしたら森川ゆきらしきものであって、でやっぱ本人なわけだから一番演じられるのは本人なんだよね。けどそれは本人でありながら本人ではないわけよ、うん、パブリックな森川ゆきっていうのをね演じるわけだから、それは役者、パブリックなものだから役者でもできるんじゃないかって言っても、いやそうじゃないんだよね。やっぱ本人がねうまくやってのけるっていうのはまさにそういうことだよな。先行するイメージに打ち勝って本物が本物であり続けるためには。悪い、なんか喋ってるな俺。エイジさんは力の抜けたみたいに笑ってタバコに火をつけた。ただな、君とユキとの間はとても幸福な関係にあるってのは俺にもわかるんだけどな。不意に真面目な顔になり含みを持たせるような口調に変わる。君はどうなんだ。え、ユキだよ。ユキ。気がつくとエイリさんはユキに対する呼称がユキちゃんからユキに変わってた。好きなんだろう。ああ、あまりに落ち着いた言葉でエイリさんは俺の胸を鋭くついた。違うのか。いえ、別に隠さなくていいぜ、見てりゃわかるって。そうなんですか。クスクス笑うエイジさん。君らじゃないよ、弥生姉さんだよ。あれだけあからさまに君のことをユキから話そうとしてるんだからな。君もいい迷惑だよな藤井君。いえ俺はそんなに。まああの人も元々の性格がお嬢様で不器用だから、こう強引っていうか直情的っていうか。直情的、あの人が。そんな不思議そうな顔すんなよ。あの人はただユキを好きなだけだよ。まあ愛してるってところか。変な風に取るなよ。愛してるですか。ああ、恋は盲目だっけ。ユキの才能や成長に心全部奪われて他のことはどうだっていいって、そんな感じになってるだけでね。決して冷血動物じゃないんだぜ。そして乾いたような声で笑った。で君はどうなんだって。好きなんだろ。え、その言っておくぞ。にわかに険しい顔になりエイジさんが俺を睨む。中途半端に誰かを好きとか言うんじゃないぞ。それこそ弥生さんみたいに他のもの全てを引き換えにするくらいの覚悟はしておけよ。その勇気がないんだったら引っ込んでいろ。なぜだかわからなかったけど俺はゾクリとするものを感じた。他のやつにはそれでもいいかもしれないけど、ユキはそうじゃない。上に登れば登るほどユキは自分が自分である空間を失ってく。森川ユキらしきものが完成すればするだけ森川ユキは消えてなくなってくんだ。ただ少なくとも君の前ではユキはいつも森川ゆきでいられるはずなんだ。そのことに君自身は耐えられるか。俺が、ゆきがじゃなく俺が。俺が本当になんかあれだよな、結局さっきも言ったようにあのね、森川ゆきが森川ゆきらしきものになるっていうのはそれこそ1日、24時間1年365日あるとしてね、
例えば本当はね、暇な時期というかさ、まだまだ下積みの頃ってさ、あの1日ね、そうだな、1日24時間あるとしたらさ、まあ睡眠時間を除いてだいたい18時間あるとしてね、じゃあその彼氏であるトーヤと会える、例えば1日1時間2時間の時間だけは森川ゆきでいられるわけよ、うん、けどね、これから忙しくなってくると、もちろん講師がもうごっちゃになるよね。1日24時間その森川ゆきで居続けらしき、森川ゆきらしきもので居続けなきゃいけなくてね、その状態でもちろんね、忙しくなれば、今現在もそうやけど、彼氏と会える時間が少なくなるとね、そんなことが続けばね、彼氏の前、本来いつも今まではね、彼氏の前だけでは森川ゆき本人だったはずなのにね、仕事に忙殺されてさ、森川ゆきらしきものが完成すればするだけ、そこでね、うん、森川ゆきでいられる時間っていうのがなくなるわけないですか。それがさね、だって自分の彼女、自分の愛している人、好きな人にもかかわらずね、ファンに接するようなね、雰囲気態度でね、そりゃ上っ面はさね、彼氏好きってなるかもしれんけど、うん、そうじゃなくてね、全てにおいてそれだったらさ、じゃあ俺って何なんだろう、彼氏って何なんだろうみたいなことになるわけやねんかね。それに耐えられるかって話なんだよな。これ別にゲームとかさ、この作品だけじゃなくて現実でもそういうのがあるからさね、自分が相手にしとる誰かっていう、別に恋人関係とか云々関係なくてね、それに耐えられなくなって別の優しい誰かを見つけた時どうする。そういうことよ。ユキを放り出して一人だけ安らぎを求めたとしても、それは誰も文句は言わない。それこそユキ本人だって。誰か、優しい誰か。ただそれを自分自身で許してしまってるとしたら、俺はどうなんだ。俺がお前を許さない。いいか、そのつもりでいろ。え、正直エイジさんは何を俺に言いたいのかが完全には理解できなかった。でもその正体のわからない威圧感だけが俺を締め付けていた。なんてな。再び突然に緊張感を解き放つエイジさん。今は愉快そうに微笑んでいる。語るね、俺。おっさん臭かった？いえ。俺の方はといえば、まだ緊張から抜け出せないでいる。なんでこんな語っちゃうかね、俺。そして再び意味ありげに俺を見る。だけど今度は俺の言葉を求めていたわけじゃなかった。俺、ユキのことを好きだからさ。え？思わず声を上げる俺をエイジさんは愉快そうに眺める。何がえなわけさ。いいじゃない、好きになったって。そしてわざとらしく顔をしかめて。年が気になる？いえ。そりゃよかった。いや、俺少し気になるんだけど。だけど自分では意識してないうちに険しい表情になっていたんだろう。エイさんはますます愉快そうな笑顔になっていく。そんな顔しないでくれよ。弥生さんみたいだぜ。私のユキさんを取らないでくださいってな顔。森川ユキらしきものじゃない。森川ユキを独占したい気持ちはわかるけど、同じ気持ちのやつが他にもいるんだぜ。篠塚弥生って女と、そして君の目の前にもう一人。俺は思わず爪よりかける。そんな資格もないくせに。よせよ。深く底の見えない声で押し止められて、俺は勢いを失う。怒らないで聞いてくれよ。難しいけど、その難しさに耐えられるかってことだよ。要はユキはあんな性格だから、君が誰と浮気しようがそんなの軽く許すと思うんだ。そして一瞬黙して。ただユキを浮気の相手にしているとしたら、ユキは絶対に許さないだろうな、うん、ここだよな。
このゲームの全てがここにあるよな。全てでもないか。もう8割9割はここだよな。俺以上に激しく深く強くな。俺は緊張のあまり喉を鳴らす。相手はこんなに砕けて喋っているのになぜだろう。一ついいことを教えておこうか。エイさんは退屈そうに大きく息を吐く。それは俺たちの顔の前でまるで大きな雲になる。ユキな、音楽祭に出場するぜ。え？そうだよ、あの音楽祭だよ。驚いた。音楽祭、それはテレビ局と大手レコード会社ミュージックショップその他の提携によって年に一度だけ開催される現在活躍中の歌手のためのコンサート企画だ。昨年中に活躍したアイドル歌手のうち数人が厳正な審査によってエントリーされ、ライブステージ方式でそのパフォーマンスを競う。最優秀賞、優秀賞、特別賞などが用意されているけど、最優秀賞に輝いたアイドルには提携しているレコード会社に自分のアルバムのプレミアムプレスが約束される。つまりその年最高の歌声として CD アルバムを出してもらえるのだ。その年の最高栄誉を手に入れると同時にだ。この企画にエントリーされるのは常に将来ある若手アイドルだけだ。その年にエントリーされてももう一年認められるだけの活躍を見せなければ連続でのエントリーは難しいからだ。だけどそれにしても、ただ素人っぽいのはまずその線には受からない。そのステージに登るのは常に有望株だけだ。そしてその中からたった一人が最優秀賞を手に入れ、アイドル歌手の頂点を手にする。そこまでの結果を期待できるかどうかはともかくとして、とにかくユキはもうそんな企画に呼ばれるまでの大きな存在になってしまってたんだ。そういうことだ。まるでため息をつくみたいにエイジさんはささやく。ユキを愛し続けられるかってのは、つまりはそういうことなんだ。そこまでの存在になったユキがもしずっと俺を愛してくれるなんてことがあったとしても、俺は一体何を。藤井君さ、もしユキを愛してく自信があるんだったら、はい、お互い手抜きしないで頑張ろうぜ。そう言ってエイジさんは右手を差し出した。握手を求めている。できないんだよな。俺はただ冷ややかに差し出された手を見つめて何の反応も見せなかった。くだらない馴れ合いを求める人間には気をつけた方がいい、そう思った。そっか。エイジさんは残念そうに手を下ろす。仕方ないな、こんなキャラクターと素直に握手する間抜けもいないってことだな。それとももう戦いは始まってるってことか。そしてエイジさんは再びは乾いた声で笑った。それから少し歩いて俺とエイジさんは車に戻った。車を運転している間、エイジさんは何も語らなかった。刺すような冷気を感じながら車を降りると、ちらちらと儚げに白いものが空から降りてきた。初雪だ。寒い。藤井君、雪だ雪。雪降ってる。先ほどの重厚さからは及びもつかない無邪気さで、エイジさんは俺の背中を叩く。俺は少し困って笑う。付き合わせて悪かったな、藤井君。うん、また局にバイトに来な。少しは待遇良くするように言っといてやるからさ。ええ、ありがとうございます。俺はできるだけ感情を隠して答えた。まあ、そんなにも難しく考えるなよ。これからどうにだってなってくんだ。展開は一つだけなんてことはないんだからさ。絶対に。エイジさんは俺の肩を叩く。その得体の知れない微笑みが今はなぜか心地よかった。
さてと、俺はこれからユキのところにコートを届けてから帰って寝るよ。行くんですか、ユキのとこ。ん？そんな顔するなよ。届けるだけだって。ええ。そんなに俺は不安が顔に出やすいのかな。だって俺のところ妹がうるさいんだもん。家にいないからチャンスだとか思ってても電話がしつこくてさ。そしてエイジさんは苦笑いをした。つられて俺も少しだけ微笑む。じゃ悪いけどここでお別れだ。また何か面白いことを手伝ってくれよな。エイジさんの乗るクーパーは低くなり、生ぬるい排気ガスを吐き出して走ってってしまった。クーパーのテールランプが見えなくなるまで見つめてから、俺もゆっくりと歩き出す。今年の初雪はアスファルトの上に少しずつ積もり始めていた。腕時計を見るともう明け方に近かった。さすがに俺のアパートの近くまで来ると、折りたての雪も踏み荒らされて忙しい街の様相を呈している。よし、こっから、もう後半だね。後半というか、まあクライマックスに向けてどんどん駆け抜けていく感じかな。まあ、とりあえず折り返し地点ではあるからね。もうこの辺りは動き出してるんだな。俺は不思議な感覚に襲われる。俺がユキに会いに行って、そしてエイさんたちとちょっとした冒険をしたその間にも、街は人はそれぞれのルールでそれぞれに動いている。俺たちだってその中の一つのパーツに過ぎない。そんな奇妙な感覚だった。アパート自体は住人が揃って出かけたかって思えるほどに静かで、人通りの気配もなく、バージンスノーは折りたてのまま綺麗に残されてた。いや、ほーん、誰か真面目な学生が一人だけいたみたいだ。アパートの前にタイヤの跡がくっきりと残ってる。一度ここに来て出てってる。そのタイヤ跡にはどこか見覚えがあった。普通の自転車のそれよりも太く武骨なATB だ。俺のところにこんな自転車でやってくるような人間は一人しかいない。そう、はるかだけど。はるかがここに来たのか。不意にクリスマスイブの映像がよみがえる。まさか、はるかは俺に会いに。自転車のタイヤ痕だけじゃ確かにそれはわからないけど。でも、俺ははるかを。まあ、ね。そうだよね。あと何回俺は森川ゆきを悲しませなきゃいけないんだろうな。こんな綺麗なままにタイヤ跡が残っているってことは、ここから出てっても間もないということだ。俺はアパートの前の道路に飛び出す。道路上はすでに踏み荒らされて、メルセデスのタイヤの跡は見つけられそうもない。畜生。俺の中で追ってる相手がはるかであることに決まりつつあった。その材料は雪の上のたった二筋のタイヤの跡でしかないのに。俺は走り出す。そうだ。俺は公園を横切り、奥の小空間を目指す。そうだ。はるかはこう言ってたんだ。大丈夫。はるかはこう言ったんだ。私だったら、ここにいるから。ずるいな、本当に。はるか。これで普通にエンディング行ってもいいんじゃないかっていうレベルなんだけど、まだ折り返しなんだよな。こっから一波乱あるんだよな。
足元のペーブメントにはくっきりとした二筋のタイヤ痕。俺の歩みは速くなっていった。そして遥かはそこにいた。自転車を両手で支えて、雪の合間から漏れてくる朝日をいつもみたいにぼーっと眺めていた。あ、どうや。振り返って俺に気づき、いつもと全く同じ調子で遥は言った。おはよう。おはよう。つられて俺も間抜けな返事をしてしまう。あ、遥か。ん？トーヤも早起きしちゃった。まるでそんな感じだ。俺は何を言うべきか適当な言葉が見つからない。何かを言わなきゃいけない。何かを。はるかがここにいるうちに。はるか、俺さ。俺は思わずはるかに近づき、肩に手を触れる。いいよ。小さくはるかが言った。言わなくたって。一語一句区切るみたいなしっかりとした声だった。俺、トーヤがここに来たら私もいた。いいじゃない、それで。わあ、もやもやする。すんごいもやもやする。でも俺、自分でも声が震えているのがわかる。泣きそうなのよ、ちょっと俺。どうしよう。ダメ。俺は遥の肩からそっと手を下ろす。そう、何を勘違いしてたんだ俺は。遥はここにいる、そう言ったんだ。そしてここにいた。俺はそれを信じてここに来た。それで俺たちは出会えた。それだけだ。それで十分じゃないか。一体俺はどんな横暴な手段で遥を自分一人のものにしてしまおうとしてたんだ。うん、俺は首を振る。ダメじゃない、全然。よかった。これなしか遥も少し安心したように見えた。うん、少しだけ俺の顔が遥の方に近づいてく。そして遥の方も少しだけ俺の顔に近づく。二人、目をつむる。俺たちは静かに、はっきりとは意識しないままに、そっと口づけをしていた。自転車を間に挟んでの不安定なキス。はるかの唇は薄くて小さくて柔らかかった。息は止めてたつもりだったけど、はるかの香りを感じたような気がした。昔から知ってる、あのいつものはるかの香りだ。余計なものは何も感じられないのに、いろんなことが伝わってくるみたいな、そんな香りと体温。とても、とても自然な。こんな風景。そして俺たちはすぐに静かに離れる。離れて俺たちはなんとなく照れた。キスをしたってことが今初めて分かったみたいな気分だった。あ、なんだろう。俺は別に何も言わなくてもいいのに、つい何か口走ってしまう。はるかは少し笑う。自分の弟としたみたい。俺のセリフだって。微笑んで言うはるかの額をすかさず小づくおへ。あいた。額を押さえるはるかの頬に落ちた雪片がシュッと溶ける。この時初めて俺ははるかの目が真っ赤だって気づいた。悩んでたのは俺だけじゃなかったんだ。帰ろ。はるかが銀色の自転車を押す。ああ、うん。あまりにも突然で一テンポ遅れた俺はいつもみたいにはるかを追っかける形になる。
こんな雪の日になんて暇だね。はるかが言うなよ。もう一度小突いてやりたかったけど、自転車半個分遅れててできなかった。ここに向かってたタイヤの跡と足跡はもう雪に埋もれていた。じゃ帰るね。あ、引き止めようとしたけど一瞬思いとどまって、うん、今日は早起きさせちゃったみたいだし、いや徹夜。うん。一瞬顔をあからめたけど、でも遥はやっぱりいつもの遥で答えた。ちゃんと休めよ。休めよ。うん。じゃあな。じゃあね。俺たちは小さく手を振った。おー、マジさ、本当に。わかる？この尊さ。この尊さわかる？本当にこの尊さやばいよな。本当に。うん。なんて言えばいいんだろう。やっぱ藤井桃也はさ、なんか大胆なことするくせに弱いからさ、ねえ、ここで、なんて言うんだろう、はるかに対して、ねえ、告白なんてしようと した日にゃ、ねえ、関係が終わるわけよ。桃也とユキの恋人関係。で、桃也とはるかの、幼なじみ、親友関係。ね、はるかとユキの友達関係っていうこの三角関係がね、その一言によって崩れるわけよ。うん、口にした瞬間にね、やっぱそのね、分かっとってもさ、やっぱ口に出すとさ、やっぱ話変わってくるやん、気持ちの問題ね。うん、これをさね、別にいいじゃないって、うん、ここにいたそれだけって、それで静止する。うん、けどちゃんとお互いそれを理解した上でのキスっていう形でさ、うーんってなるよな。なあ、このモヤモヤと罪悪感はやばいよな。あとこれが2回あるんだぜ。あとこれが2回あるんだぜ。まあ、ちょっと見とらん人はあれかもしれんけど、マナちゃんの時もね、似たような感じだったからね。しかもあれだからね、残りの2回も、どん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 強度が上がっていくからね。完全に強度が上がっていくからね。それこそ、ちょっとめたい話、ちょっとこの先の展望の話をするけどさ、この先ね、沢倉美咲というね、人物がおるんやけど、それに関しては三角関係どころは四角関係になるからね。うん、明君っていうね、美咲さんを思っとる少年がおるわけだからさ、地獄よ。あー、笑い事じゃないんだけどさ、まあとりあえず、うん、このまま年を越す感じになるのかしらね。そういえば昨日から大学の冬季休暇だった。マナちゃんの家庭教師のも今日だ。いかんけどね。じゃあちょっと次、はるかが来るイベントまでワープかな。今日は大晦日か。1年経つのも早いな。どこに出かけようか。出かける先がないな。まあ家で年越しするか。今日はゆっくり過ごそう。お？とうとうテレビもパッとしない芸能人たちと、やたら長いけどパッとしない時代劇しか映さなくなってしまった。そやね、昔の年末はこんなんだったね。これだから年末のテレビって。なんて自分もテレビ局でバイトしてみると、結構それを責める気持ちにはなれない。まあそのあたりの事情は分かってても番組がつまらないことに変わりはないんだけど、それにしても年末くらい部屋で退屈するのは避けたいな。俺はちょっと迷って、そしてやっぱりテレビを消す。途端に部屋が恐ろしく静かになり、表の通りの音が聞こえよがしに響いてくる。そういえばユキも今日は仕事なんだろうな。
この心が脆くなりかけている時に一番思っちゃいけないことを思ってしまう。どうしようかな。こういう時はやっぱり外を出歩くのがいいのかもしれない。外は寒いかもだけど、部屋で一人でテレビを相手にしてもらっているのはもっと薄寒い。まあ外に行けば誰かと会えるかもしれないしね。どこに行こうってあてもなく出てきたはずだけど、俺はいつの間にか駅に来ていた。動く人波に流されてたらここにいた。初詣のためにわざわざこんな時間から神社に向かっているんだろう、この人たちは。どうしようかな。この人たちに混じって日本人らしく神社で参拝しながら年を越そうかな。なんてぼんやりと考えながら歩いていると、そして、俺は何かに追突されて道路に転がった。みたいな気がしただけだった。まさか。デジャブ？あ、いや、前にもこんなことがあったぞ。そんな予感を感じながら、俺はゆっくりと後ろを振り返る。そこには案の定、銀色の大きな自転車が転がってる。そして、なんともなさそうな声で立ち上がったのは、やっぱりはるかだった。あれ？どうや？あれって、また。俺はどう言えばいいのかわからなかった。クリスマスの夜に続いて、再び、俺ははるかの ATB に惹かれかけたんだ。はるか、いい加減にしてくれよ。まさか俺のこと狙ってないよな。うん。わかってるよ。でも、もう少し気をつけて自転車に乗れよな。そうする。どうやも気をつけて。ん？考えてみれば、今回も前の時も、俺が道路でボケっとしてたのが悪いんだ。それに、俺は別に怪我もしていない。それどころか、2回ともはるかの方がかなり派手に転倒している。その俺が気をつけろじゃないよな、まったく。はるか？うん？あ、大丈夫？うん。自転車じゃなくて。わかってる。ごめん。いいよ。見たところ、本当に怪我している様子はないみたいだ。俺は少しホッとする。ほんとごめん、俺。鈍くてさ。わかってる。気にしないよ。結局、どんくさいのか。あ、どんくさいか。ごめんね、どんくさい。で？ん？ん？じゃなくて、どこ行くの？いいとこ。言えよ。どうせまた一人で面白いとこ行くんだろう？うん。それじゃあ教えてよ。俺は、はるかの頭をクリクリと撫でて顔を近づける。どうやも行く？だから教えろって、どこ行くか。本当に人の話の流れに乗らないんだな。学校。あ？確かに学校って言ったよな。学校。学校って大学？行かない？俺はちょっと考えて。面白いの？多分。多分ってなんだ？相変わらず意味のわからないやつ。授業のある日でも平気で学校を休むくせに、こんな大晦日の夜にわざわざ行こうなんて。でも遥が面白いって言ってるのは気になる。まあついてってみよう。一人で神社に行って列作るよりはどう考えてもマシだろう。よし、遥一人じゃ危険だからついてってあげる。危険じゃないよ。わかってるよ。俺も連れてってくれって言ってるの。うん。倒れた自転車を起こして、はるかはそのハンドルを俺に押し付ける。え？乗せてって。なんで？自転車、1台しかないんだもの。そんなの引っ張っていけばいいじゃん。するとはるかは急に道路にかがみ込んで。いたた、転んだ時に足が。じらじらしいことするなよ。わかった。と立ち上がるはるか。
しょうがないな。わかったよ、乗せてってやるよ。ほら乗って。うん。俺が自転車にまたがると、はるかは身軽に俺の後ろに回り込んだ。意外と ATB での二人乗りは難しいな。何しろ両軸、車軸の両端に足を乗せるしかないんだから。ヨロヨロしながらもはるかは俺の後ろで危うげにバランスをとる。俺でつまらなかったら帰りははるかが俺を乗せてけよ。いや。なんだと。